は、本日は、リゾートビューふるさと大糸線全通65周年号にご乗車いただきありがとうございます。私は、まもなく、通過いたします、初川村の経済課の職員でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ちょっとお時間を頂戴して、松川村の、PR コマーシャルをさせていただければと思いますので、お付き合いをお願いいたします。今度の松川村ですけれども、まもなく、通過いたします、JR の細野駅、北細野駅、また、信濃松川駅という3駅がある村でございます。今日はちょっと雲に隠れておりますけれども、北アルプスの麓、有明山という、山に、の懐に広がる、安曇野の原風景が残る村として、親しまれております。近隣の安曇野市さんですとか、大町市さん、白馬村さんほどの観光で有名なスポットというのはないわけでありますけれども、村内に安曇野千尋美術館がございまして、こちらには多くの方に、お越しいただいております。また北アルプスの麓で、栽培されております、リンゴ、またお米、こちらは大変人気をいただいておりまして、ふるさと納税でも、ご好評をいただいているところでございます。本日ですけれども、お席の方に、事前に、配らせていただきました、そんな松川村からですね、ブランド米の、鈴光というお米2号と、北アルプスの、雪解け水を汲み上げましたミネラルウォーターを、お配りさせていただきました。お米の鈴光につきましては、数ある農家の中でも、15軒ほどしか、栽培していないという特別栽培米でございます。また、村の天然水は pH6.9 ということで、日本でも有数の超軟水で、大変おいしいお水でございます。このミネラルウォーターですけれども、安曇野千尋美術館と共同で、製造いたしまして、ラベルには岩崎千尋の、木の葉に座る子供という絵が使用されております。こちら、千尋美術館で限定で販売されているものを、本日お持ちいたしましたので、ぜひ、ご賞味いただければと思います。また、隣の池田町からも、特産の桑の葉を使った、クッキーをお預かりしておりますので、合わせてお席の方にお配りさせていただきました。ささやかなプレゼントではございますけれども、ぜひ、お試しいただければと思います。簡単ではありますが、松川村の、コマーシャルでした。ありがとうございました。この後もお待ちください。